はい、皆さんこんにちは、IGN ジャパンのクラベです。ミニスーパーファミコンでですね、僕がですね当時プレイしなかった、伝説のですね RPG 作品、スーパーマリオ RPG を、今日はちょっとですね、実況プレイでお送りしたいと思います。早速壮大なオープニングムービーが始まりました。なんとマリオであった。かわいいね。ですね、僕はこのゲームをプレイしていないとはいえちょこっとですね、やってみたことはあります。で、まあ、この RPG の特徴的なところはというと、まあ当時ですね、スクエアの黄金期なんですけど、スクエアが手掛けた、マリオの RPG なんですね。なんでそこで一つね、これ押してもいいかな、面白いなと当時から思ったのが、マリオではあるんだけれども、なんだかねちょっと任天堂が作るマリオとは微妙でデザインが違うんですよね。ちょっとなんだかやっぱりスクエアの匂いを感じるような気がしますけどね。名前はカタカナで、じゃあ普通にク、あれラ行はどこだ、あった、クラベでいきましょう。ピーチームね、これはさっきも見ましたね。すごくですね、いつものねおパターンの、なんと姫がクッパにさらわれてしまったのですというところからスタートします。ほんとさっきと一緒だね。クッパ城でしょうか、ここは。ちっちゃ、相当大きなお城ですねこれ。マリオいきなりクッパ城に行ったのすげえな、もういきなりラスボス的なパターンですかこれは。早っ、演出が可愛らしいですね。いきなりやっぱラスボスパターンなのかなこれ。ジャンプができて歩くことができて、それ以外は特にないですね。なんだこれは、これ敵でしょ。はい、初戦闘です。攻撃アイテムスペシャル、そしてその他ですね。じゃあまあ普通に攻撃からいきましょうね。これなんかタイミングよくボタンを押すとなんかあるんだっけ、そういう話は聞いたことあるような気がしますけど、はい、ここはまあ雑魚ですね。ロード時間がないのいいですね、戦闘と戦闘の間。はい、倒しました。結構スムーズに進むんだねこれ。これ戦うの経験値は積んでますよね一応、特にそういう表記がないので。あ、3体か、ジャンプしてみようか。じゃあせっかくなのでね、これそのままワイ押せばいいのか。じゃあこいつ、すごい42、まあ、こんなことする必要もなかったけど、どうせ全部ね一発で倒せちゃうからね。あ、やっぱりなんかタイミングよくもう一回ボタンを押すと何か起きてるみたいな気がしますね。はい、もう一回戦闘か。よいしょ、4体もいるのか、ちょっとめんどくさいですね。とマリオシリーズはね、僕アクションの方、横スクロールとか 3D マリオ大好きなんですけど、実を言うとね、マリオ&ルイージとかマリオストーリーとかペーパーマリオも含め、マリオの RPG 作品やったことないんですよね、あまりちゃんとは。ちょっとこうやって始めてみたりでまたやめたりというのは何度かあるんですけど、ちゃんとね通して遊んだことないので、このねミニスーパーファミコンの記念にそれができればいいなとは思っていますが、ちょっとその序盤を皆さんと一緒にプレイしたいなと。これ落ちることってできるのかな、落ちたくないけどね。お、ちょっと怪しげな雰囲気ですね。なんだ、マリオ慌てちゃってるね。あ、ピーチ姫いた、いた、
そんなとこ高いところまで登れないよ。あ、クッパもいるじゃん。おっ、すっげえジャンプ力。よし、クッパに気をつけてマリオ。ガッハ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 、今日こそ決着をつけてやるぞ。クッパ喋ってる。クッパって人間の言葉喋れるんだっけ。ああー、これはもうシャンデリワンを、シャンデリワンなんだね。破った方が早いんじゃない、もしかしたら。切り落とす。あ、1ダメージしかないの。クッパでも1ダメージ。マリオ最強じゃん。これやっぱあれだね、そのいきなりこう最後の場面を見せるというパターンなのかな。12。ん、なんだこの音は。もちろんギッギゲー。は、離すんじゃないぞ。え、でもというかこれクッパだけじゃなくて姫も危ないんじゃない。絶対離すな。頑張れワンワン。お前には我が輩の未来がかかっているぞ。そうね、頼む、離さないでくれ。落ちてた、よかったね。姫大丈夫だったんだね。マリオ、貴様も道連れだと。ええ、まさか。マリオジャンプジャンプ、飛び移れ。マリオ頑張って。ファイトよマリオ、ファイト。ハート、あ、ハートが来るともうこれは頑張るしかないですね。とどめだ、もう一発か。マリオ早く飛び移れよ。あー、落ちた落ちた落ちた。あららら、ら、これはもうですね、命の終わりですね。クッパ泣いてますね。ガッハッハッハ、笑ってんじゃん。そう簡単にピーチは渡さん。貴様はいつも我が輩の邪魔をしよってね。もう勘弁ならん。覚悟しろマリオ。ふんぎゃ。結構演出面凝ってますね、スーファミのゲームにしては。僕一回やったことある、全くこの曲ないね。てかすごいジャンプ力だね本当に。ああ、よかった、無事だったのねマリオ。全部ハートくるんだね。とっても心配したのよ。ちょっといつものピーチと若干イメージが違うな。城が揺れているわ。さあどうなるんだろう。なんだこれ。お、伝説の剣ですか。ゼルダじゃないんだから。なんだこれ。でもちょっとなんか悪魔の剣という感じもやっぱりね。ほうほう、何か壮大なものの始まりを感じさせますね。これがワールドマップかな。え、マリオ吹っ飛んだんだ、なんでだろう。パイプハウス、キノピオいるよ。マリオは土管に入れ。入ったか、やっぱりね。本当演出すごいな、可愛らしい。さあマリオはどこだ。あ、いたいたいた。どれが本物なのかな。右でしょ。マリオさん、家にはドアから入った方がお行儀がいいですよ。僕はピーチ姫を迎えに来ました。帰りが遅いのでキノ工場では心配しています。もうねピーチは大変な音になってるんですよ。それがさあマリオ起きろ。これがあれなのかね、マリオくんのお家。お、ベッドの上でジャンプ、ベッドをトランポリン扱い。僕も子供の時よくやってました。お父さんお母さんに怒られましたけどね。マリオが、お父さんお母さんいないねマリオ。マリオのお父さんどんな顔してるのか知りたいわ。多分同じような顔なんだろうね、白髪が入ってるだけで。でマリオって何歳でしたっけ。なんか23歳という噂聞いたこともあるような気がしますけど。はい、キノピオこんにちは。ピーチ姫いないですね、ここにいるって聞いたんですけど。だからさっきから言ってるように大変なことになってるんです。それがマリオさん、長いお付き合いなだけに何があったか気づいてしまいました。じゃあだから僕言ってるんじゃん、全くパの仕業ですね。そう、長く付き合ってるとね、僕らプレイヤーの方もね大体分かっちゃうんです。何度懲らしめても懲りないやつですね本当。
さっさと片付けて3人でキノコ城へ帰りましょう。僕はここでお待ちしてます。さあキノコ城ね、キノコ城、あれこれ何、お、あーセーブポイントなんだね。じゃあ早速、あ、 B 押しちゃった。早速ちょっとセーブしたいと思います。はい、ここでクラベ。さすがにマリオがクラベっていう名前になってるってことはないだろうね。あ、ワールドマップがあるんだね、やっぱりね。クッパ城、はい、もう一回行くの。もう一回行くんだね。うわ、すげえ、この剣さっきよりもずっとでかくなって生きてんだ。うん、なんだお前は。見てわかるように今日からこの城は俺ら火事王軍団のものだ。火事王軍団、なんだそれ。火事王様の望みは実にわかりやすいぞ。それはこのワールドをいただくこと。うん、実にわかりやすいね。 RPG お決まりのパターンじゃないですか。そしてどこに行ってもお前のようなヒーロー気取りがシャシャリ出てくるから。そうね、それも RPG お決まりです。こうじゃい。なんだ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 、空を飛ぶんじゃないのか。天空城になるんですか、もしかして。あ、橋が落ちてった。マリオ大丈夫かな。天空城というわけではないような気もするけど、もう簡単には近づけないね。クッパ城の見える丘になっちゃったね。じゃあ戻るしかないかな。それともあれ進めた今。いや進めないね、やっぱりね。まあ、ちょっと見ようか、せっかくだからね、どういう景色になってるのか。まあ、さっきと同じだね。だ、最終的にここを目指していくという流れだとは思いますけどね。ちょっとこの城が近くにあるパターン、ドラクエ1を思い出しますね。さあキノピオに報告だ。いたいた。お、ジャンプ、上にジャンプできる。キノピオ一緒に遊ぼうぜ。遊んでる場合じゃねえよってね。お帰りなさい、ずいぶん早かったですね。もしかして忘れ物。いや、そういうわけじゃない。ではなさそうですね。どうしたんですか。マリオお行儀悪い。あ、なるほどね、マリオは喋ることできないんだね。で説明してみた仕草で、クッパ城がそんなことに。よくわかったな。うん、今までになかったパターンですね。確かにそれは言えてる。急いでキノコ城のキノコ大臣に知らせなくちゃ。マリオさんもすでにすぐに来てください。大臣行きましょう。こっちかな。じゃあ、え、どうした。セーブの話でしょ。ごめんなさい。あれ、今のごっちんこでマリオさんの HP が減っちゃったみたい。そんな時はキノコ城の名物のこれをどうぞ。なんでしょう、キノコね。キノコが回復アイテム。アイテムの使い方はご存知、知らないけど知ってるふりをしよう。そうですか、さすがマリオさんですね。冒険に慣れてるな。ありがとうございます。ところで僕はなんで急いでたんだっけ。だから早く大事に報告しに行くんでしょ。あ、ノコノコでね、クリボーが来た。そうだ、キノコ城へ続くマッシュロードはモンスターでいっぱいですよ。追っかけられて逃げてきたんです。マリオさん、やっつけて、やっつけちゃってください。逃げたこと忘れたのかい。ちなみにアクションコマンドってご存知。あ、ちょっとこれは教えてもらおう。では僕が隣で説明しますね。さあバトルです。お前も戦えよ、クリボーだ。タン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 、いい曲ですね。まずは A ボタンで攻撃。はい、それはわかるよ。3、クッパより強いじゃん。もう一回 A ボタンで攻撃。はい、いいよ。ちょっと待って、やっぱりね。この時にもう一回 A ボタンを押すんです。ほうほう、コマンド成功。ポーズが変わってダメージが増えます。敵の攻撃を受けた時もボタンを押さそうなんだ。どのタイミング難しそうだね。これ連打したらダメなのかな。ポーズが変わってダメージが減ります。ただし敵の攻撃によってはコマンドが効かない場合もあります。なるほど。今度は Y ボタンでスペシャル攻撃。はい、
これもやっぱりタイミングがあるんでしょうね。今ここで Y ボタンを押す、やっぱりねダメージが増えます。これから覚えるスペシャルは技によっていろいろなアクションコマンドがあります。メニューのスペシャルで教えてくれます。はい、読んでねなんだかやっぱりそのマリオの世界観はしっかりと演出されている感じはするよね。可愛らしさというわけです。これでモンスターも怖くないでしょう。まあそれは強さによって異なる。クッパは弱かったから大丈夫だけど、クリボーは意外に強かったですね。ところで僕はなんで急いでたんだっけ。また忘れたんかい。そうだ、急いで大臣に報告だ。お騒がせしました。それではキノコ城へでお会いしましょう。念のためにこれどうぞ。キノコもう3個もらったのか、ありがとうございます。それはありがたいですね。はい、ってなわけでですね、ちょっと短いですけど、今回の実況プレイこの辺までにしたいと思います。ちょっともしかしたらですね何回か続けるかもしれないので、その場合はまたご視聴いただければと思います。はい、ということでどうもご視聴ありがとうございました。バイビー。